重なり合う体、フランドールから流れ落ちる一筋の涙の意味は、喜びか悲しみか。雷鳴に映し出されたシルエットは残酷なほど美しかった。これがぬくもりなのかしら。崩れた声が戻れない、閉ざされた音、敷き詰めた花を貪るのは、愛などと誰が読むのでしょう。求め合うことが罪だというのならば、神にさえ立ち向かおう。二人だけのこの甘美な世界、永遠に。